こんばんは、シンガーリンコです。私の曲、ワンナイトが Apple Music のプレイリスト、初めての JETM のラストソングに選ばれました。私がアーティストとして今まで自分をどうキープしてきたか、アンチエンジング、節約美を体験したことなどをこのチャンネルでお話ししたいと思います。こちらが前回ご紹介したブリーチ歴、なんと21年の私がおすすめの1000円台のプチプラの髪がツヤツヤになるヘアケア、シトラススパです。こちらの1000円台で買えるシトラススパに出会うまでは、有名メーカーさんのヘアケアを使っていて、たくさんのお金を使ってしまいました。どれぐらい節約できたかというと、1年間58,608円節約できました。節約したお金で、さらにもっと綺麗になるためにどうしたかお伝えしたいと思います。家で美容室レベルのトリートメントができるキューテックを買いました。有名ヘアサロンでも使われているヘアトリートメントです。このダメージヘアのパサパサでカサカサのキューティクルをこのテクノロジーで補修してくれます。こちらは詰め替え用なんですが、こちらのサイズで Amazon で4週間分のものが2,750円。こちらのキューテックの効果をご紹介します。こちらのキューテックは傷んだ髪をしっかりと補修してくれる独自技術テクノロジー、ケラチンカプソロジー、高分子、中分子、低分子、プラチナナノコライド3種類の分子でしっかり髪を補修してくれます。そしてコラーゲンカプセロジー、高分子コラーゲン、中分子コラーゲン、低分子コラーゲン3種類の分子で傷んだ髪を補修してくれます。プラスプラチナナノコライドも入ってます。すごいね。使い方を紹介します。こちらのキューテックのブルーのトリートメントをシャンプーした後タオルドライをして軽く水分を取った後にこちらを髪の毛につけてコームで溶かしても大丈夫です。そして放置せず洗い流します。私の個人の意見ですけど、なんかね、このブルーのトリートメントを使った後になんか太くなったような毛が補修されてなんか強くなった感じがします。そしてこのブルーのトリートメントをしっかりとコーティングしてしっかりと洗い流した後はこちらのピンクのトリートメントを使います。ピンクのトリートメントを髪に使って放置なしで洗い流せます。ですが、こちらのトリートメントを2、3分放置してもより効果的です。正直、これが一番いいかな。トリートメント。今までいろんなものを使った中で。こちらサロンでも使われていますけど、でも毎日使うものではないので、毎日は私はプチプラの節約できる髪がツヤツヤになるシトラススパを使っていて、週に私は1、2回こちらのキューテックを使っています。皆さん私のおすすめなんですけど、ブリーチやパーマをかける前の前日にこちらのトリートメントを使って髪をしっかり補修していくと美容室で髪があんまり切れたりしないのでおすすめです。本当ね、このトリートメントを使うとスッカスカのボロボロの髪がなんかこうあれ強くなったみたいな感じがします。私の個人の意見ですけど、よかったら皆さん参考にしてください。今回のピアスは、このピアスしてます。よいしょ。で、トップスは確かリエンダだったかな？では、今回の動画が良かったなと思いましたら、高評価ボタン、チャンネル登録、そしてコメント、リクエストも待ってますので、よかったらぜひ書いてください。バイバイ！